白を探し回ってるうちに、なんとなく白っぽいものを持って帰ってきちゃったんだよね。あそこならケリーの一家しか作ってないはずだけど、間違いない。口が滑った。後で戸崎さんに怒られる。青月に悩みなんてあるわけないもんね。あ、そうですか。ところで貸したノート持ってきた？任せてよ。村を豊かにしてみせるわ。家康はきっと規則守れなくて打ち首ですよ。新進気鋭の作家5人が雑誌に読み切り短編を掲載して読者投票で出版枠を争う新プロジェクトです。薬と同じ、体質が合わないと副作用があるのよ。私のはレアケースだけど。まあ一応私の兄なんだからしっかりしてよね。ちゃんとしてれば。アイズ様に言われてフィーリアさんたちのお世話もさせていただく、ルプスレギナベータっていうっす。